私は薬学を専攻し、非臨床における薬物の疾病モデルマウスへの影響を神経科学的に評価する研究室に所属していました。現在専門職として実験業務を行うにあたり、生化学だけではなく薬学で学んだ化学、化学の知識が業務に役立っています。現在の業務は、幸運にも私のバックグラウンドを生かせる分野に配属していただいたため、これまでに得た手技や知識を生かせています。去年娘が生まれた際とその前後の話なんですが、出産予定の月に入ると C 社の方が急な早退や欠勤があってもいいようにとサポートしてほしいとチーム全体に話をしてくれたんです。実際に予定日の2週間ほどは皆さん気にかけてくださり、奥さんや子供の状態を相談しやすい状況でした。そのため出産当日も早退に向けた引き継ぎが潤滑に進み、そのおかげで私も早く奥さんのサポートができました。私個人のライフイベントであるにもかかわらず、チーム全体としてサポートしていただけたことや、相談しやすい空気を作ってくださったことが、恩返しといっては大げさかもしれませんが、私が顧客に貢献したいと強く思えるきっかけとなりました。効率と質を大切にしています。早く終わりそうな時は相談して別の業務を入れてもらうなど、派遣先への貢献を図っています。また質についてはミスをしないことを心がけています。そのため私の経験上改善できそうな点は、事前に相談して実験を行うことで結果やデータの信頼性や質の向上を図っています。現在仕事以外では育児を頑張っています。現在の働き方はプライベートとワークバランスを取りやすいため、奥さんに甘えがちになる育児も積極的に行うことができています。奥さんも今の働き方はバランスの取れた生活でありがたいと言ってくれています。業務の経験が育児に生かされる場合が多いんです。実験業務を効率よく行うために、事前準備とイメージが大切だと考えているのですが、日頃から癖づいているおかげか、育児に関しても日々の生活を母子ともに低ストレスで過ごせるように、相談、準備、イメージをし、実際とのすり合わせの上で育児という形にしていくことができています。顧客貢献度の高い社員を目指しています。実験業務をする中で、私の考えるベストな手法や信頼性の高い結果を提供していきたいです。